大衆車がフロントドライブ、すなわち FF へと移行する1980年代、最後のリアドライブライトウェイトスポーツとして絶大な人気を誇ったレヴィンとトレノ。そのうち DOHC エンジンを搭載したものには形式名称 AE86 が与えられ、後に86の愛称で親しまれることとなる。私はですね、本日ふらりと埼玉県の方に来たわけなんですけども、そうしましたらですね、見つけてしまいました、パンダトレノの群れです。なんでしょうか、この86のこの、しかもパンダトレノがこんなにある、こんな状況はですね、私初めて見ましたね。これは素晴らしいことになってます。いらっしゃいませ。あ、どうもこんにちは。いらっしゃい。すごい86の数なんですけども、はい、私ですね、86の素晴らしさを世に伝えるためにですね、はい、日夜努力している三木慎一郎と申しますので、はい、こちらお店の方ですね、はい、オーナーでございます、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、ちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。すごい数ですね。そうですね、まあ日本でも、まあ、うちはトップと思ってるんですけれどもね、今ブームになってるじゃないですか、86っていうのが、はい、で、特に前面の方にいわゆる今一番売れ筋かと思われるパンダトレノがあるんですけども、はい、これはブームになるなってからこのような86の状況になったのか、それともブームの前からこちらの方では86を扱っていらっしゃったのかっていうのがまずちょっと気になるところではあるんですけども。そうですね、もう20年も前の話なんですけれども、やはり新車の86をね、たくさん売ってたことは売ってたんですけれども、あとここの地域的にですね、峠が多くて、僕はあまりその86にそんなに興味はなかったんですけど、その当時はですね、はい、86乗ってる方がかなりいまして、でまあ、チューンアップするにも何しても、まあ、簡単というかね、そんなにお金かからないで、かけないで、できるということでね、これは売れんじゃないかと思ってね、うん、この場所自体ではもうずっとやられてたんですか、その前からも。そうですね、もうやはり20年近くやってましたもんですから、まあ、僕も本当に好きだったもんですから、やっぱり、その当時もう、昭和の時代なんですけれども、トヨタの 2000GT も、乗ってましたし。乗ってらっしゃるんですか。そういうことでですね、まあ、僕も本当に好きだったんですけれども、まあ、86がこんなに人気になるとは思ってはいなかったんですけれどもね、まあ、おかげさまで一番うちの、ワンメイクとしては、トップクラスで売れておりますので、まあ、一番先ほども言ったんですけど、一番なんていうんですか、そのいじりやすいというかね、お金もかけないでいじりやすい、それと走りっぷりがいいんですね。なんとしてもその音もいいし、そのこのなんていうんですか、エンジン音がね、なんとも言えず、そのいいということで、それとまあ FR のもう最終型というかね、そうですね、そういう意味じゃもう最高のね、出来上がった車じゃないかなと思いますね。いじりやすいっていうことに関して言うと、はい、逆にいじりにくい車があるからいじりやすいってことになると思うんですけども、そうですね、いじりにくい、いじりやすいで言うと、はい、どのところが、どの点がこの86っていう車いじりやすいっていうところなんですね。そうですね、まあ、足回りを固めるということになりますと、足回り関係もですね、構造は全然複雑じゃないんで、はい、普通の方でもちょっといじれるというかね、そういうのができると思うんですよ、まあ、故障も少ないですね。それは故障が少ないのはなぜこう故障が少ないというところにつながるんですか。そうですね、やはりまあトヨタの傑作車っていうことなんじゃないですか、ね、僕が言わせると、エンジン自体もね、すごいいいエンジンで、うん、もう僕は気に入ってますけどもね。エンジン自体は割と頑丈な部分に、そうですね、入るエンジンですね。そうですね、それととにかく整備性もいいですよね。整備性がいい、はい、エンジンルームを開けると隙間が多いじゃないですか、はい、そうですね、ですから余分なものはついてないというか、まあ、シンプルですね、シンプルイズベストということで、そのベストっていうところはいじりやすさにつながったりとか、ね、そういうことですね、いろいろいくっていうことですね、はいはい、で、いろいろ修理もなさったりとか、はいはい、先ほどお話に出てきたそのあまりお金をかけずに、はい、いじることができるっていう話を社長もされてたんですけども、はい、ここにある86
に関してもいろいろいじってある車があると思うんですが、そうですね、どんなところいじってる車が過去にあったりとか今あったり、そうですね、まず足回りを強化したものとか、まあ、エンジンをですね、はい、キャブ仕様にしたものとか、はい、あとはまあ、ターボチャージャー積んだものとかですね、はいはい、それを今こちらのお店で見せていただくことはできますか。はい、じゃあお見せしますのでどうぞ。はい、よろしくお願いします、はい、こちらがやってまいりました、はい、ターボターボでございます ね、 ターボエンジンの4インチでございますけども、はい、これ僕は見るの初めてなんですよ。あ、そうですか。話には聞いていたんですけども、はい、これなんかいろいろくっついてますけど、ちょっと詳しいお話を伺いたいんですけども。そうですね、うちのメガの方 の、はい、工場長がいますので、はい、ちょっとお呼びしたいと思います。あ、すいません、ぜひお願いします。工場長どうぞ。あ、どうも、はじめまして、私ミキと申します。よろしくお願いします。これターボですね。そうですね。これはどこがどうっていうのをちょっと ご存知ない方にも説明したいんですけども、はい、どこがどういうふうにノーマルと違うっていうのをちょっと説明していただいてよろしいですか。そうですね、ノーマルはただこ のサージタンクからただエアクリーラーがついて、はい、一応機械機の方も、はい、これインジェクションなんですけど、これから燃料噴射してただ爆発させていく、はい、バリキャップというか、まあ元々は光害対策のためにつけたんですけど、まあ、バリキャップのためにまあつけたっていう感じなんですけど、これはターボをつけることによって、はい、そのエンジンの特性といいますか癖みたいのはどのように変わっていくんですか。そうですね、中間からの伸びっていうか、うん、そういうのはもう全然違いますね。ちなみにこの状態っていうのは車検 OK なんですか。 OK ですね。車検 OK なんですか。なんか噂によると昔はもう全然ダメですね。全然ダメだったんです、はい、難しい問題があったんですね。もういじたること自体がダメなんで、はい、で今だとちょっとパワーが欲しいっていう人にはこのターボは、そうですね、車検も通るし、はい、いいぞっていうことなんですけども、このポン付けキットはもう今はないです。今はない、はい、簡単にパワーを上げたいと思って今の話聞いてですね、よし俺も私もターボなんて思った人はですね、ワンオフで作っていただくしかないかもしれません。非常に残念なお知らせでございました。これまたすごいことになってますね。そうですね、ここにですね、はあ、このヘッドのところにスーパーチャージャーって刻印がありますけども、ね、これは4AG ではあることはあるんですよね。 4AG は 4AG ですね。 4AG は 4AG で、はあ、でもともとスーパーチャージャーがついてるエンジンです。そうですね、ってことは他の車についてるやつの、エンジンですね。これはじゃあ、MR2 であるとか、そうですね、そういったのに、はい、そうですね、なったもの、はい、じゃあこれはその元の車からこちらの車に移したという、移した、移植したってことですよね。はあ、ははあ、はい、まあエンジンが同じであれば大体乗る、まあ乗りますね、はい、でこれは何なんですかね。インタークーラーですね。インタークーラー、はい、インタークーラーというのはどういう。インタークーラーは要するに中を冷やして冷たい空気を入れて、はいはい、ガスを燃やしてるっていう。あ、なるほど。でこれまあ元々乗ってた車とはやっぱり若干形状が違うわけですね、エンジンルームの中の。そうですね、違いますね。なもんでちょっと見ていただくと分かるんですけど、ここなんか切って出ちゃってるんですけど、これはどうですか。これやっぱあれですか、こっから空気を取り込んで冷却、そうですね、冷やすみたいな、冷やすみたいな感じですね。電動ファンで冷やさないで、要するに普通の速度で走ってきた風で冷やすっていうような形ですね。一応工夫はして、こういうね、ここから空気が入るっていうですね。空気を冷やすことの方がエンジンが、そうですね、馬力アップっていうか、まあパワーが出やすくなるってことですね。ガスがこういう方がやっぱりパワー出ますからね。あ、はい、うん、でこちらの車がですね68万円です、社長自ら今これ上げ下げしていただきまして、はい、本当にどうもありがとうございます。こちらがキャブ仕様の86でございます。ダカダン、こちらでございます。ターボであったりスーパーチャージャーであったりっていうのに比べると全部シンプルになってますね。そうですね、もう余計なもんついてないんで、ただエンジンを爆発させるためだけにつけたものだから、はい、他には何もついてないですよね。これは昔のまんまのやつっていう感じですよね。ここがそのいわゆるキャブになってる、はい、僕のが4スロのついてるんですけども、まあ、似てはいるんですけども、あれインジェクションなので、そうですね、一応噴射と吸入するのが全然違いますね、はいはい、ですごいシンプルイズベストみたいな感じなんですかね。そうですね、あ
なんとなく今の言いよどみはですね含み笑いだそれは何ですか、確かにいいけども、いいですね、けどもなんかこう調整が難しかったりすると。そうですね、やっぱ調整、まあ、何箇所もあるんで、はい。ちなみにこれはメーカーはウェーバーですね。お、これ名品ではないですか。そうですねただ、今回は残念なお知らせが非常に多い、収録なんですけど、こちらも名品であることはある。ありますね。しかし聞くところによるとですね、それをつけるためのなんかこれのマニホールマニホールとか部品がね、部品が出ないですね。出ない、はい。今回ですね、こちらのキャブ市場を見て、あ、俺も私もキャブがいい、ウェーバーがいいという方はですね、お金をかけてください。私の86と一見よく似ているキャブレター仕様のエンジン、構造の違いは見ることはできませんが、音を聞けばその違いは明らかです。まずはキャブレターの音を聞いてみてください。続けて私のスポーツインジェクションです。音の違いはお分かりになったでしょうか。走りの良し悪しだけでなく、この音に惹かれてキャブレターを選択する人も少なくないようです。イルマオートさんで一度にたくさんの86を見たことではっきりしてきたことは、86はその数だけ個性もあるということです。幻とさえ言われるトヨタ 2000GT に乗っていたくらいスポーツカー好きな社長の栗原さん、商売とはいえ86の魅力に早くから気づいていたのもうなずけます。私ですね、ただいま嬉しそうに86を眺めている方を発見いたしましたので、ちょっと聞いてみたいと思います。どうもこんにちは。こんにちは。これ86今ご覧になってますけど。そうですね。この86はどうですか、興味があるんですか。そうですね、一応興味があって、これは購入したいなとかってことなんですか。今ご覧になったら、そうですね、今日納車で。今日納車、はい、声が引っ掛けちゃいました。今日納車ですか。納車ですね。じゃあこれに乗る以前は、他のに乗ってらっしゃるんですか。あ、乗ってました。どれの車に乗ってますか。こっちの FC。 この FC、はい。なんかこう走りが大好きな人の車っぽいんですけども。そうですね。走るの好きですか。好きですね。あ、じゃあせっかくちょっとこちらの方にお二人来ていただいてですね、はいはい、あ、自己紹介くれました。私ですね、86の良さを世に広めるための活動をしております、ミキと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、この86を購入されたということで、購入されたのはどちらの方。私。あ、こちらの方は。私は兄で。購入者の兄、はい、はい、よろしくお願いします。今回この86に決めたっていうことなんですけども、その理由はどこだったんですか。やっぱり自分と同じ同年代の、まあ、車っていうのと。それは同年代ぐらいっていうと今年齢は20歳。20歳ですか。ちなみにお兄さんはおいくつなんですか。26です。26、はい、いずれにしても私よりもかなり若いということですねちょっとがっかりな気もしますけども、まあその生まれ年に近い車っていうのは一つの理由まずありますよね。ああ、それ以外ではやっぱコンパクト FR。 あ、いいことおっしゃいますね。コンパクトな FR、やっぱり一つのキーワードになるわけですか。なりますね。あの先ほど FC の方ちょっと見させていただいたらですね、そのなんか走るのが大好きっぽい雰囲気があるじゃないですか。今好きだっておっしゃってましたけど、この近所だとやっぱりちょっとした峠とか行って走ってみたりとかっていうことはあるんですか。 ありますね。あ、でそういうところで走ってるのに、ちょうどいい車ということで今度は86と。そうですね。ちなみに乗り換えた理由っていうのが、そのきっかけになったのは何なんですかね。やっぱそうですね、パワーのある車もやっぱり面白いんですけど、やっぱりこういう NA のこうなんていうんですかね、ツッコミの良さとか。お、ツッコミの良さ。ツッコミの良さっていうのは例えばどんな。コーナーでまあターボに比べるとやっぱ突っ込んでいけるみたいな、
あちらの FC は若干ちょっとどっかいじってたりするんですか。まあ一応ブーストアップしてありますね。下回転数が上がるまではブースト立ち上がるまではちょっと辛い。やっぱ辛いですね。でそういう意味で言うとこの NA 自然吸気の車の方が乗りやすい。そうですね。お兄さん的にはどうなんですか、この FC から86っていうのは。そうですね、まあパワー的にはやっぱ差があると思うんですけど、やっぱ峠とかですね、タイトな道だとやっぱこういう NA の方がまあそうですね、まあエンジンの吹き上がりもいいですし、お兄さんなんかあれですね、すごいなんかディーラーのセールスマンのようなお話し方をされるので、一応整備士わあ整備士なんだ。え整備されてるっていうのはそのどっか工場みたいなところで、まあ一般の町工場でやってます。そうすると自分たちでこれからまた手を加えていこうとかっていうことになるわけですか。なりますね。そうですね。今購入されたこの86っていうのは今どういう状態なんですか、現状では。これは現状ではどういう、そう、割とノーマルノーマルな感じですね。外見はそんなにいじくってなくて、見えないとこ足回りとかいじくってるような感じ。足回りいじってあるんですね、じゃあこれは。いじくってありますね。ほう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 。そのこの時点で足回りとかいじってあるっていうのはあまり気にはならない。まあならないですね。それは今後自分でアレンジしていこうかなっていうところで。そうですね、自分の好みに。でちなみにですね、これ普通に今人気のあるって言うとあれですけども、3ドアではないじゃないですか、これは。これに関してはどうなんですか。あのこうですね、ここがこういうふうに人気のある形はこういう形になってるんですよ。これはこうカツッとこうなってるわけですね。これはどうなんですか、好み的には。やっぱり86は個性出していこうかなと思って、2ドアにあえて。あえて。じゃあ今頭の中にある購入されたこの86、今後どのようにしていきたいですか。ちなみにそうですね、あんまりいじくっても、乗りにくくなるだけなんで、いじくるとしたらまあエンジンを若干、エアクリ交換とか、まああと液排とか、そんぐらいは変えていこうかなと思ってるんですけど、マシもブレーキとか、その程度ちょこちょこっといじくって、まあ普通に峠で楽しめる86、峠で楽しむっていう場合に、その気持ちのいいシチュエーションってあるじゃないですか、で実際に走られる時に、走ってて気持ちよくなれるシチュエーションっていうのはどういう感じですか。どういう感じの時が一番気持ちいいですか。やっぱりそうですね、思い通りライン取りができたってことか。神さんは。そうですね、やっぱ同じような感じなんですけど、まあちょっと乗ってる車が乗ってる車なんで、峠ではちょっときつい車なんで。神さんはちなみにあの Z32 なんで。いいじゃないですか、二人して走りが大好きな。そうですね、一応チームも作ってるんで。じゃあ、 あの走りのチームを作ってるんですか。ちなみにチーム名とかあるんですか。ありますね。聞いちゃったりなんかして。大丈夫です。ナイトレボリューション。ナイトレボリューション、これ日本語にするとまあ革命の騎士。ああ素晴らしい。じゃあこれが革命の騎士の戦力になるんですね。なりと思うんですけどね、今後頑張っていきたいと思います。これも革命の騎士の一人として今後この86が活躍していくということで、今後くれぐれも事故等々にはですね、お気をつけて車の楽しい車生活を楽しんでいただきたいと思います。すみません、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。86と同じ頃生まれたという岸川さん、自分の好みを追求した結果選んだ車が86でした。86は過去の遺物と化すことなく、こうして新しい世代にも受け継がれていきます。乗り手だけでなく整備面においても若い方への技術の継承はされています。入間オートセンターさんにも若い整備士の方がいらっしゃいます。メカニックの吉川さんにお越しいただきました。吉川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのショップで働いていらっしゃるメカニックの吉川さんでございますけども、まあ、このお店86とても多いじゃないですか。はい。で吉川さんから見て86っていうのはどんな車なんですか。もうぶっちゃけで、まあ、20年前の車ですし。そうですね、まあ正直古い車ですけど、なんですかね、まあ走りとか興味があって、まあ車をまあ一から覚えたいっていう方には自分の好きにいじれる車なんで、そういったところでは
魅力的なところはあると思うんですけど、そのメカニックとしての職業としてのそのメカニックとしてから見る、あの86っていうのはその今おっしゃってたその古いっていうのがあるじゃないですか、はい、その古さはもう隠せないもんですよね。あ、まあ、もしくは具体的にどのあたりが古さを顕著に感じるところだったりとかっていうのがありますかね。まあやっぱり、うん、時間が経ってくれば、うん、まあ何ですかね、まあ、ゴム使ってるパッキンですか、はいはい、そういうところ全部、うん、まあ硬くなっちゃったり劣化してきて、オイル漏れとか出てくるんですけど、それを何ですか、基本的な技術だけで、自分で交換できたり、うん、そういう楽しさがありますんで、うん、あ、やっぱちなみに吉子さんおいくつなんですか。今26ですね。っていうことは、小学校に入った時ぐらいの車なわけですよね、これ。そうですね。嘘だ、そうなんだ。そういう車っていうのは、どうなんですか。これが僕が6歳の時の車なのかみたいな。あ、そういあんまり記憶にはないですね。そういうのはあんまりないです。その時は、6歳の時からこの車しててあれが欲しいとかいうのはあんまないですよね。ですね、まあ、せめてランボルギーニとかフェラーリとかですね。ってもね。そういう意味で言うと、あの20年経って今残ってるわけじゃないですか、この車が、そしてこの店でもあっちで何十台も残ってる。そうですね。っていう車っていうのはそうそう世の中に種類があるわけじゃないと思うんですけど、そういう意味で残ってる理由っていうのを、まあご自分の意見として何かあるとすれば、どういうところでここまであの台数が残ってしかも売れて流通するっていうのはどういうところなんですかね。やっぱりその車を自分の好きに改造やもしくは直したりしていくところがやっぱり魅力あるんで、でもそういう車がちょっと興味あってどうしようかなって人とかがやっぱり買ってるんじゃないですかね。で、仮に吉川さんがこの車を購入した場合に、まずどこをどうしたいとかってのあります？プラン、もし自分で買ったらどこをどうしたい？どこをどうしたい、はい、足だったりエンジンだったりとか。まあそうですね、とりあえず足回りは、はい、車高は下げて、車高を下げて、はい、入れたいです。やっぱキャブ車にしちゃいますかね。キャブお好きなんですか。好き、やっぱなんか音が、あ、うん、今ご自身は何か 乗られてるんですか、車は。今はでもドノーマルです。乗ってるのはドノーマルで、まあ、そのキャブ車の魅力みたいなのはある、どっかに、その心の中にやっぱこうキャブにしたいっていうのは。そうですね、まあ調子の問題もあるんですけど、うん、やっぱ手かけていかないとやっぱ一気に調子悪くなっちゃったりするんで、手がかかる分いいかなみたいな。皆さん聞きましたか。今の日本はですね、買ったら買いっぱなしの人が非常に多いわけですよ。さっきもあのスーパーチャージャーの話をちょろっとした時にですね、工場長がスーパーチャージャーだって買ってつけてほっといたらダメなんだよ、あれはメンテナンスしなきゃダメなんだよねっていう話をしてました。皆さん、自分で好きで手に入れたものはまめにメンテナンスをするようにしましょう。やっぱりのメガニックという職業をしている上では手がかかるのも可愛いと。かかる方が、うん、やっぱり大切にしちゃいますね、うん、そういう意味で言うとこの車は可愛い、もし手に入れた場合にはいじるところもあるしメンテナンスしなきゃいけないところもあるって意味で言えばとても可愛がっていける存在であるってことですかね。そうですね、乗ってる楽しさとやっぱそういういじるところの楽しさ、うん、両方味わえる車だとは思いますけど、うん、逆に今の車だとあまりそういうことはないんですかね。今はもう全部コンピューターですとか、うん、そういったので変えるって言っても何ですかね、もうその丸々ものを足で交換とか、まあ楽しくないとも言えないですけど、結構自分でやるには結構うん難しいですよね。いわゆるブラックボックスみたいな、そうですね、なんかを見てもわからないものを変えるだけになってしまうみたいな。で、逆にこの車はまあ年式も古いのもあって見えないものがあまりないってことですよね。そうですね、見えるっていう、それが面白さにつながるんですかね。はあ、まあ、なかなかメカニックとしての眼畜の深いお言葉をいただきました。86極め、5回目を迎えました。今回はですね、入間本さんにお邪魔してお送りしておりましたけども、今回もいろんな86出てきました。キャブ車仕様、
スーパーチャージャー仕様、ターボ仕様ということですね。今回気がつくとですね、エンジン周りを中心にお送りした形になっているわけですけども、その中でですね、メカニックの方にお話を伺うと、やっぱりこう手を加えやすい、いじりやすいっていう話が出てきました。まあ昔の車ですからブラックボックスも少ないし、エンジンルームのスペースもあるので、エンジンを乾燥するにあたってもこういじりやすいんではないかという話も出ましたし、そしてですね、こちらの社長の口から出ました、商売になるという、単語が出たんですけども、商売になっちゃうんですよ、20年前の車なんですよ。ですが、なんていうのかな、その車を欲しいって思う方がいらっしゃらなければその車は流通しないんですよね。という意味からで考えますと、20年経った86は今でも、こう手に入れたいと思っている方がいっぱいいらっしゃることの証ではないかなというふうに思います。とても愛されている86ですね。僕自身も乗ってる86をずっと大事にしていきたいと思ってます。また次回もですね、いろいろな様々な86を紹介していきたいと思いますので、ご期待ください。若い世代にも理解される86の魅力、古いものへのノスタルジーなどではなく、今なお本物のスポーツモデルとして生き続けている証ではないでしょうか。次回いよいよ最終回、どこまでも86を極めます。